どうも、こんにちは。イタル組の代表のイタルでございます。動画の方は、去年の12月に入りまして、まだ1年経ってないような状況で、なかなかちょっと私は場違いなところあるんですけども、精一杯やりますんで、聞いていただければと思います。実際ライブの方、前ちょっとイチャリバでやらせてもらったんですけど、なかなかちょっとひどいものだったんで、そのあたり改善できたらなと思います。以上です。やっぱ喋らないなんですかね。1曲目ですね、ルビーの指輪を歌わせていただいて思います。ものすごく低い声の歌なんで、だいぶ苦労いたしましたけれども、なんとか練習して歌えるようになりましたので、しっかり聴いてあげてください。苦情はですね、終わった後で受け付けますので、お手柔らかにお願いいたします。はいは、はい、はい、よろしい。いきます。ルビーの指輪。
でここまで盛り上がると思えた。やったぜ。忙しいんでですね、たまには許してください。次の曲、メリー・ジェーンという曲です。お歌ってる人は角田博、角田の間に星マークが入ります。決してあの角田星博さんじゃないです。笑って、だと面白いこと言っても最初に笑ってくれないのがデフォになるのはよろしくございません。愛想笑いで止まらないんで言ってくれるとですね、頑張れ、大変なの、こらっこらっよしよ、今のでもうすでに疲れた。ありがとうございます。Thank you.
私の出番ここまででございます。ありがとう。3曲目はですね、リーダーのイタル君に託します。みんな応援してあげてください。キャーって言ってあげて。キャーキャーキャー。もっと今のうちに敷居場上げとってくれたら非常に楽しんでお願いいたします。じゃああとはお願いします。次が、最後の曲になります。歌いたいのパラットという曲ですね。まあ、この曲もイチャイカでゆでくんがちょっとやらかした曲なんですけど、はい、リベンジしたいと思います。静かだね。いや、そうちょっとやり逆にやりづらくなっちゃいました。いや、聞いたよ。あの空気で帰っていった。どう思うやね。すごいちょっと楽しそうですね。子供は寝てますけど。
した。多分すごい緊張されたと思いますが、無事に熱唱済ませていただきました。板の国の皆さんでした。お疲れ様でした。